長崎県立総合運動公園長崎県立総合運動公園陸上競技場長崎県立総合運動公園陸上競技場は長崎県諫早市の長崎県立総合運動公園にある陸上競技場、球技場としても使用される。施設は長崎県が所有し一般社団法人長崎県公園緑地協会が指定管理者として 運営管理を行っている。また、J リーグのビファーレン長崎のホームスタジアムでもある。業務受託業のトランスコスモス株式会社が命名権を取得しており、2016年8月1日よりトランスコスモススタジアム長崎の故障を用いている。新聞、TV、ウェブソーシャルメディア等での略称表記は、長崎県立トラスタ。1969年会場。 同年に長崎県で開催された第24回国民体育大会のメイン会場として使用された。1991年7月27日に日本代表 VS 韓国代表のサッカー国際 A マッチが開催された。日本プロサッカーリーグに加盟していた横浜フリューゲルスは1992年から1995年の間本来のホームタウンである。 神奈川県横浜市の他に特別活動地域として長崎県、熊本県、鹿児島県の九州地方3県を指定しており長崎でのゲームはこの競技場で開催された県は試合開催のために競技場の改修を行った1994年には座席数を増やすために芝布席だったバックスタンドを改修した2009年9月には ジャパンラグビートップリーグの公式戦が開催された。2014年に長崎県で開催される第69回国民体育大会と第14回全国障害者スポーツ大会のメイン会場として大会の開閉式及び陸上競技の会場として利用するため2011年3月から改修工事を開始した。長崎県を本拠地とするビファーレン長崎の J リーグ加盟を視野に入れて、J リーグが定める試合開催基準に適合させる。旧競技場は2010年6月まで使用されていたが、同年7月から旧競技場の解体準備に入り、11月から旧競技場の解体工事が本格的に開始された。解体工事は2011年2月までに完了した。現競技場は、 9レーンの400メートルトラックを備え日本陸連の第一試行人企画に認定されている。収容人数は約2万人で、スタンドは全周がテント幕屋根で覆われている。すべての席は背もたれ付き独立シートとなっており、92席の車椅子用スペースも用意された。横17.88メートル、縦7.68メートルの大型 LED ビジョンが、 据えられている。屋根は長崎の境界をイメージしており、屋外広場は手島風を意識したデザインが採用された。150kW 発電力を有する太陽光発電や雨水再利用システムなど環境にも配慮している。周辺整備も含めた掃除業費は約100億円となっている。当初の計画では2013年10月に共用開始となる予定であったが、 v ファーレンが2013年シーズンから J リーグディビジョン2に参入するため2013年3月に工事スケジュールを前倒しした。長崎県陸上競技協会も2013年8月に開催される国体リハーサル大会の準備のために供用開始の前倒しを要望していた。長崎県は芝生張り替え部分の広報を変更することによって工期を短縮した。 2013年3月2日に落成式と記念イベントが行われ、翌日3日から一般供用が開始された。なお、改修工事自体は2013年6月に終了した。3月10日には、v ファーレンの j に参入5発のホーム公式戦が開催され、18,153人の動員を記録した。2017年11月11日に開催された、 鎌まアレあサヌキ戦では、V ファーレンの J1 昇格を見届けようと22,407人の動員を記録し、収容率が110.67%となり、収容能力を上回る事態となった。長崎県は新たな財源確保などを目的に、2016年2月より競技場の命名権を募集。業務受託業の国内採用手で、2015年に長崎市内に、 事務拠点を構えたトランスコスモスが権利を年間1,050万円で取得した。契約期間は2016年8月1日からの3年間でトランスコスモススタジアム長崎の故障が採用となった。クリーンスタジアム規定が適用される国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合大会では正式名称が使用される。ありがとうございます。